はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋さんです。はい、ということで今回はキラメージャンのキーワードのお話をします。今回はシグルさんの新店に当ててやってましたけど、まあシグルさんの気持ちからしてどっかのあれですけど、まあ、何のなのか分からずと言って、まあ、この人の時も、ずえーついてびっくりしました。来週の一つじゃないよっていう。そしてちょっとここ、うっぷんしさんがね、見てる、朝リアルタイムで見れたわけじゃないので、次何やんのかなと思って、いつものように東京ファンクラブで見たら、うっぷんしさん、東京ファンクラブ見てから確認したりはしますけど、次の放送で、ダンスを取って終わりっていう、変な終わり方されたもんね。多分ネット記事でも、出すですけど、キラメージャーとゼロワンの放送が、新作スタート並びにいろいろあるので、あれしてますよ、新作取れないので、今までの戦い、そしてその前の、なんてキラメイちゃんが集まったのかの回をね、これからやるんですけど、やりますけど、本当に、6月に出ますからね、皆さんね。そしてなんと、次の放送回、ドラマの回、この方は、ゆっくりと、しますが、ダブくんじゃなくて、本当はこれ、来週から動画としてまとめればいいんでしょうけど、長くっていう、予想つかなかったから。まず、ダメージャーの方、もう、ネタはね、見てたからでいいと思って。24日の放送分は決まってるみたいです。キラメージャーに関しては。ゼロワンに関しては、一応、あちらに来るのに言うつもりで、待ってて忘れてたので今言いますが、あれらしいでございます。あれらしいっておかしいね。31日までの放送ストック、なんとか作ったらしいですが、問題は、ゼロワンの方で、ではなく、キラメージャーの方なんですよ。31日のラッシング。どういうことでしょうかね。ちなみに、24日の放送に関してはもう、ただ、一社に再編集したのをあげるそうです。公開活動を聞ける。楽しみです。その時の感想もありますので、皆さんね。音楽時間今不定期すぎるんですけど、日曜日はだいたい7時か8時前にはアップされてると思ってください。ちょっとどういう都合が悪いというか、そしてもしかするとこれ感想動画だけじゃなくてですね、一部の動画影響する可能性も出てくるよっていうことをここで言っておきたいな。リアルタイムのお話、ちょっと特撮とは関係ない話でもなったんかな。今ゼロワンとかの放送、まあ新作発表してるから、そういうのをやって
そういう感想あげてるんですけども、リアルで、うちの親が、もしかするとですね、入院するかもしれないというね、もう、多分 Facebook で書いたと思うんですけども、ちょっとその話、実は言うと、それも事実ですよ。ちょっと厄介事がもう一つあってですね、その間、もし入院お母さんした場合、家から離れなきゃいけないってなる場合、実は言うとですね、パソコンいじれないっていうのが皆さんに言っておきます。なので、もしかすると感想動画とか簡潔に言うと撮れないということを、具体的に言えるかもしれないよっていうことだけ言っておりますということで、特撮の方も含めてちょっとこれからの予定があるので良かったなと思います。でまずキラレンジャーの30話の感想です。ちょっとごちゃ混ぜになってきて、もし間違ってたらね、また前回見たから追加していく可能性はあるので、それだけは見直してください。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。